ラージャ昭和国の女王トア様が救ってくれたんだ。それで今は彼女に仕えている。その方が兄様に名前を。名付けは命がけの行為、簡単にできることではないのに。ああ、ラージャは金を採掘することで生計を立てている小さな国なんだが、かなり昔に大きな金脈を掘り尽くしてしまって、かつての繁栄は見る影もない有様で、そんな苦境の中、トア様は文字通り身を削って国のため、民のために動かれている。私の体をめぐり、どこへ行く、長い長い旅の途中、循環は繰り返されて、深い深い闇の向こう、命は浄化され。チクワン殿、女王様の容体は、うん、芳しくはない。これ以上鉱山の毒を中和するのに魔力を使えば、歴代の女王様と同じように呪いに全身を侵されてしまうじゃろう。あのティアラ、王家の者はティアラの魔力を使い、湖の鉱山毒を中和し、民を毒から守ることができる。だが代償としてティアラにかけられている呪毒を受けてしまうか。うん、名付けをせねば女王様の生命力もあれほど損なわれはしなかったじゃろうに。おっと、これは失言。